ポケモンサンデーがお届けするどこよりも早いポケットモンスターブラックホワイト最新ニュース。なんと幻のポケモンが一種地方で発見された。その名もビクティニ。その図鑑番号は000。ここで通常のプレイでは現れないビクティニに出会えるようになる特別な道具の情報だ。その特別な道具とはリバティチケット。なんとこのリバティチケットがゲーム発売日の9月18日から1ヶ月限定でプレゼントされる。リバティチケットが受け取れるポケットモンスターブラックホワイトはいよいよ7月31日から予約スタート。みんなもビクティニを手に入れて一種地方での冒険を楽しもう。そしてこの秋にスタートするポケットモンスターベストウィッシュの映像を宇宙初公開。新しいポケモンや新しい登場人物が明らかに。